はい、ということで本日もマイクロストリーミングが始まりました。本日は第155回ということで、本日は IT ジャーナリストの湯川さん、はい、こんにちは、お越しいただきました。あと前回も登場いただきました鎌倉マインドフルネスラボの志條さんにも合わせてご登場いただきます。よろしくお願いします。はい、言えましたね。はい、ちょっとあの冒頭マイクロモノ作り最新情報でちょっとあのお知らせがありますので、それまでしばらくお待ちいただければと思います。まあ、これ後で見てください。全 2.0 というですね、あの、国内初の国際、マインドフルネスカンファレンスを、9月の2日と3日に、開催をいたしました。で、今日も多分その話は出ると思うんですけども、まあ、こんな感じでいろいろな、登壇者にご登壇いただきましていただきました。はい、はい、お母さんの写真もございます。はい、あとですね、私たち、10月の20日に京都の方に行ってですね、全スクールの卒業生の小畑さんというところの、番組に出ますので、もし我々に絶対会いたいという場合はそちらの方に来ていただければと思います。絶対会いたいって言いないと思う。はい、あとは、全モノストーリーということで、シドさんも、はい、ご登場いただいておりますので、知ってます。はい、不思議ちゃんを見たい方はぜひアクセスしてみてください。シドさんと不思議ちゃんだ。シドさんだけじゃないんですけど。あとですね、あの全スクールという我々の、経営者が本当に心からやりたいことを見つける学校というのを今募集しております。今第21期生募集中で、富山でもやりましたし、関西でもやりました。あとはあの多摩市でも多摩の方でもやりますので、ぜひご興味あれば全スクールというふうにアクセスをしていただければと思います。ということで長らくお待たせしました。ゆかさん、今日はいろいろお話を伺えればと思います。はい、よろしくお願いします。全 2.0 ではご登壇ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。そうですね。で、ゆかさんと私のちょっと出会いというところからなんですけど、はいはい、あれはいつぐらいでしたっけね。あのゆかさんのイベントの方に何かご参加させていただいたっていう。あ、それが最初でしたっけ。その後なんかお寿司屋さんに何かご一緒させていただいて。え、何だったかな。お寿司屋さんってあの、ええ、神楽坂、うん、なんか結構そうですね、あの辺だった。多分その時私も参加してる。僕いた、いた。いました。井川さんがなんか主催されたかなんか。そう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 。なんかはい、そこに参加して。お、なんかあったお寿司出す店だ。貸し切って。ああ、そうそうそう。ああ、そうかそうかそうか。とても美味しいお寿司屋さんで、はい、ね、すごいお寿司っていうかなんか創作寿司ですよね。そうそう、はい、ね、そうそう。はい、その高級寿司という感じじゃなくて、そ, の寿司の、あ、それであの今オンラインでなんかの記事をいろいろアップされているコミュニティにも私参加しているんですよ。はいはい、そうですよね。フェイスブック。はい、ゆかつらきオンラインサロンっていうやつですね。はい、そうそうそう。そこが最初の多分出会いで、それであのリアルのお会いしたのが寿司屋さんで、そうですね。そ, ね、そこに入ってこられて、あ、リアルそうだったんですよ。でその時に志條さんがいたんだ。いました、いました。あの、その時カマコンマレーも入ってましたよ。あ、入ってました、入ってました。カマコンマレーで、あの、ミキさんと一緒で知り合いだったんですけど、そのちゃんと話したの実はその時が。あ、そうなんです。カマコンマレーとすごくなんか縁が深くて、はい、そう、なんか第一回公演したって知ってます？あ、カマコンマレーで公演されたんです。第一回。そうなんです。カマコンマレーの名付けの親的な。そんなことないです。そんなことないんですけど、そうです。最初のカマコンバレーを作ろうみたいな感じのイベントがあって、そこに呼ばれたのがありましたんですよ。でもじゃあ名付けのですよね。じゃあ僕はそ皆さんそれ勝手に付けたんですけど、僕はそこに呼んでいただいた。そう、はい、2012年のそれぐらいなんですかね。うん、どこだったかな、秋吉さんとこだった。なんかね、あのカマコンバレーのメンバー結構あのかなりお世話になっていた。お世話ってお世話じゃないですか。しきさんとかね。え、ああ、ひしはまあ事務局やっていただいたりとか、はいはい、友達みんな鎌倉ですよね。多いですよね。それでどんどん鎌倉に引っ越していきますからね。
ゆかさん今鎌倉じゃないですか。鎌倉じゃないです。でもなんかそれいいなと思うんですけどね、はい、夏が混むんじゃないかとか思ったりして、はいはいはい、まあちょっと今はまだ都内の方が便利なんであれなんですけど、いずれは引っ越す可能性が、僕たち大きくなったらでも嫁はね嫌がるんだよな、なんかあの津波が怖いとかなんとか言ってね、ここは嫌がるんだけど、僕は好きですね、やっぱりね、はい、海とかね、愛してんだから好きですよね。井川さん、簡単にご経歴というか、それもちょっと自己紹介もしてよろしければ。はい、そうですね、はい、簡単にというと、簡単にですか、あ、まあ、あの日本の大学にうまく行けなくて、それでアメリカに行って遊んでって、それで、アルバイトをしていたところが報道機関だったんで、はい、それでいつの間にか記事を書くようになり、でいつの間にか記者になったという感じで、その場所もたまたまサンフランシスコというところだったんで、シリコンバレー、そうですね、シリコンバレーと呼ばれ始めた頃だったと思うんですけど、ね、はい、それで、まだそこを取材しようという人はそれほど多くなかったので、僕は他の人が取材しないで、僕にまあ細かい取材が回ってきて、それやってるとまあ IT が詳しくなって、で IT という産業が非常に大きな産業だったんで、はい、僕のチームも相対的にやっぱり上がっていくという感じで、あのいろんなやっぱり、IT はやっぱり床に欠かせようということになった、はいはい、何年ぐらい就職したんですか。ね、はい、85年から2000年までいましたかね、15年ぐらいシリコンバレーにいたんですよ。はい、じゃあもうシリコンバレーがこう成長するとどう、ずっと流れをずっとご覧に、95年のインターネットが商用利用始まった時ぐらいからやっぱりすごい勢いになってきて、報道機関もいろいろ出てきたんですけど、はいはい、僕がもともとそこにいたということもあっていろいろと有利だったということはあるかなと思いますね。で2000年に日本に帰りまして、本社で編集員という専門記者の仕事をもらってそれやっていて、それで2010年まで本社、時事通信社というところの本社にいまして、でその後テックウェブというブログメディアを立ち上げ、それでその時にあのテックウェブ塾と、今最近ゆかわ塾と呼んでるんですけど、ゆかわ塾という勉強会を立ち上げたという感じですかね。でテックウェブも辞め、今はまあフリーでまあ、記事ちょっと書きながらみたいな、まあそうですね、湯川塾と、それから今あの AI ビジネスマンのための AI 講座っていうのをやっていたりとか、あとは会社の顧問的な、はい、顧問っていうかアルバイザーというか、月に1回行ってなんか大笑いして帰ってくるそれでお金になるんだそれ道明さんとこ行ってますけどね。あ、そうですか、まあ、あ、なるほど、はい、まあ、道明さんとこでそういうお仕事をいただいて、はい、あともう一人別の会社、それは AI ベンチャーなんですけど、そこに1ヶ月に行って大笑いして帰ってくるという、そういう仕事とか、あとは最近はあの投資家向けのなんかブリーフィングみたいなのが増えてきて、某証券会社さんが感じになっていただいて、はい、投資家を呼んでいただいて、そこでなんかブリーフィングすると、そういう感じの仕事がまあまあ多いですかね。でなんか記事を拝見してるかなりこう AI に特化して調べられてるなっていうのがもうすごい分かって伝わってくるんですけど、はいはいはい、その AI に興味を持たれたなんかきっかけみたいなのはあるんですかね。もう2年半か3年ぐらい前になりますかね、はいはい、まあ、ずっとその IT を追いかけてたんですけども、やっぱり世の中を大きく変えるテクノロジーっていうのが大好き で、うんうんうん、で最初はインターネットが来てすごいってすげえと思って、はいはい、Yahoo が来てすげえと思って、はい、で Google で Facebook と来て、それで iPhone と来て、その iPhone が出て、で LINE が出たぐらいから、うんうん、あれ面白くないなと思い始めてきて、その後 LINE の後何かそんなにワクワクするようなビジネスって起きてこなかったんですよね、はいはい、なんかあのアプリなんかもいろんなクソアプリがいっぱい出てきてるんですねそれでこんなの全然面白くないしという話で、3年ぐらい本当にワクワクしなかったんですよ、テクノロジー系で。でその時に、まあ、静雄さんとかに、あ、それで静雄さんとかと出会って、なんか読むべき本を教えていただいて、そのなんかスピリチュアル系の怪しい本いっぱい読みましたよ。もともとあれですよ、2010年の12月私が、ね、湯川さんにテクノロジー系の勉強会をさせてもらった時に、
そっから高田純次の本格とか、そう高田純次の参院会に行ったりとかねしましたよね。中でいろんなスピリチュアリティとサイエンスの本を紹介したり、そうですね、それで影響を受けてしまって、そのテクノロジーの勉強会なのに、そのスピリチュアル系の勉強会したら誰も来なかったお客さんほとんど来なかったとか、でもこれ食っていけんのかなと思った時がありました。それ何年ぐらい前ですか？それだからもう4年ぐらい前ですかね。2013年の5月6日。ああ、その頃はまあそんな感じなんですね。多分でも今多分かなり流れが変わってきてる。そうですね、そうですかね。その時ちらっと Google のマインドフルネスの話とかもしたと思ったんですが、あんまり全然あれですよね。そうですね、まあその後AI が急に進化し始めたという話を聞いて、はいはい、またこれワクワクするテクノロジーに出会えたんで、それでもうこの3年ぐらい日弁トップレベルの AI の研究者ほぼほぼ皆さん取材、すごいパワーで回ったんですね。じゃあまあそろそろ、そろそろ、ね、NHK でも取材いただいたり、ああそうですね、 NHK 取材させていただいて、シカゴとかニューヨークとか行かせていただきましたね。それといろんなところがその取材のなんていうかな、番組作っていただいて、それで、トップレベルの人と取材させていただきましたですね。でそのこう面白くない時期に始められたこう瞑想とかヨガっていうのと、はいはい、今こう興味も持っていらっしゃるこう AI っていうのが、はいはい、なんか今ゆかさんの中でこう少しつながりが出始めたような感じは、もともとそのがその未来を読むっていうことが楽しいんだと思うんですよね、はいはい、全然結構ね、大阪のおばちゃんのノリで人の知らないことを知ったら、ちょっと聞いて聞いてあそこ大根5円安いよとか言って、みんなに言ったら、5円も安いのと驚いてくれるのが楽しいみたいな、そういう感じなんですよね。テクノロジーでもマイクロソフトはこんなん出して世の中変わるよとか言って、みんなわーっと驚いてくれるのが楽しいという感じでやってて、だからその先のことをちょっと読むのは、読んで人に言いたいという、うんうんうん、いう感じなんですよね。で、先のことを読むのテクノロジーから側からも読めるし、その価値観の変化からも読めるんで、まあ、両方だからスピリチュアリティとテクノロジーって僕の中では全く同じというか、同じ山を違う方向に登ってるだけなんですね。で多くの人は、僕はその指導さんと付き合い始めて、ま怪しい方向行っちゃう大丈夫かみたいなことを言われて、ゆかさん変な方向行き出したぞと結構言われましたですよね。それで AI のことやり始めると、よかった戻ってきてくれてとは多くの人に言われました。よかったって、どこ行くのかなと思ってたとか結構言われましたですけど、僕の中では全然そのブレてたという意識は全くなくて、僕の中ではその未来を読んでるだけだったんですよね。じゃあそのマインドフルネスとかその瞑想の世界もやっぱり未来のトレンドっていうことですか？そうですね、未来のトレンド絶対そこにあると思ってたので、でそんな感じでよくやってるという感じで、今回その AI とそれからマインドフルネスの関係も、はい、最初から当然関係してくるだろうなと思ってたんですけど、でどんな風に関係するのかなと、まあ漠然と思ってた時に、何かある時パッとひらめいて、あこうなんだと思った思ったのがいつだったかな。まだね、その全 2.0 に出ませんかってお声掛けいただいた時は自分の中でひらめいてなかったんですよ。あ、そうなんですか。うん、漠然と何となく、まあ何でも話できるわと思ってて、適当にないいつものようにちょっと嘘800言っとくといいやと軽い気持ちで言ってたんですけど、1ヶ月ぐらい、その全 2.0 の1ヶ月ぐらい前に、あれこれってこういうことじゃんのみたいな。1ヶ月前だったんですか、わずか。そうですね、もっと短いかもしれないですね。もっとなんか8月ですか。わピッと、あこういうことかと思って、それで自分の中で結構面白くて、わこれは面白い考え方だと思って、誰かに話したいなという気はすごく高まってたんで、全 2.0 の時もどうしようかなと、どの程度思ったことを喋るかなと思ったんですけど、うんうん、もうその時も喋りたくて仕方がないと強かったんで、でもいいやと振り切っちゃえと思って、思ったことを全部話したという感じなんですよね。残念ながら私ちょっとこう準備があったりとかして、話を最初しか聞けなくて、どんな話だったんだろうっていうのがすごい興味津々で、もうお二人には本当にお話したいと思ってたんで、だから今日この機会いただいて、お二人にちょっと思ってることを語りたいなと思いますね。というのは僕の中でもね、俺は絶対と思ってるわけじゃなくて、なんとなくポンと膨らめただけで、話はうまくつじつまが合ってるみたいな感じなんだけど、本当どうなのかなっていうのが自分の中であって、それと、まあ正直言うと
どっちでもいいやん、おい、待って、その辺はそれが未来がどうなろうか、僕はまあどうでもいいやと思って、本音を言っちゃうとどうでもいいなと思っていて、はい、でもなんか、その思考訓練というか、そして物語としては面白いなと思ってますね。うんうん、でもでそれを喜んで聞いてくださる人がいるのでまあ喋りますけど、僕自体はまあ別にどっちでもいいと思ってるということを前提として見てですね、この考え方としてはそのテクノロジーというのはまずあの人類にとって便利なものにもなるし、危害を与えるものにもなるというのはまあそれ大前提としてありますということで、で、原子力もそうだし AI もそうなんだろうということで、 AI 兵器が出てくるだろうということですよね。だからそれをどう使いこなすかは人間次第になってくるだろうということと、それともう一つ全体としてあるのはあのテクノロジーというのは人間の機能の拡張であるという学部分的な考え方ですからね、あの自動車というのは足の機能の拡張であり、望遠鏡は目の機能の拡張であるというあの考え方で、 AI というのは人間の脳の機能の拡張だなということで、じゃあ AI はどんな機能を持っていくのか、AI がじゃあ人間の機能を拡張であれば人間はそこのところっていうのはそれほどやらなくてよくなるんで、うん、で AI がこれからこんな方向に使われてきますよっていうのは分かってると、あ人間はじゃあ残ってるこっちねとか、うん、そういうふうに人間のその脳の使い方が変わっていくだろうなというのはまあ大前提にあるわけです。だからこれからその AI がどう進化していくかっていうのを見てると人間の進化も読めるんじゃないのかなというのがまあそう過程ですかね。AI がそう進化するとその人間がこう今までこう論理的なことが正しいとかですね、はいはい、その数学計算ができるとか、まあ、それは評価されていたと思うんですけども、はいはい、それは AI がどんどんやっていくからそっちじゃない方の機能を、まあ、人間の脳をこう発揮していかないと。そうですね、そういうことだと思いますね。例えばあのテクノロジー最初はあの記憶ということが一番、先にできたことなんで、はい、だから僕小さい頃頭がいい人っていう定義の中には人の名前をよく覚えてるとか、どんなことをよく知ってるというのが、そうですね、頭がいいという定義に入ってたんですけど、はい、最近はもうそういうこと定義に入ってないじゃないかなと思って、あんまりその、まあ、確かに記憶力が、ね、すごいからって言って、まあ、それは素晴らしいけども、もう人の名前いっぱい覚えてますということを自慢する人がいなくなったと思いますね。おかしいと思うんですよ。覚えない方です。記憶がない方は人間なんで僕、うん、昔は僕親戚のおばちゃんが「いやあの人は記憶がええわ、その名前全部覚えてるし」と言ってたんで、だから変わってきてるのかな。あと僕は小学校の時にあの変なやつがいて「東海道53月全部覚えてます」みたいな今だそれ何の自慢みたいな、今だったらね、今だったら「それだなんでそんな覚えたいの?」みたいな感じですけど、それを昔覚えて自慢するやつがいたということだから、うんうん、だからそこの頭がいい定義は明らかに変わってきてるなというのは自分の人生の中でも思うんですけど、そうですね、今じゃあどういう人が頭いいかというと、まだねその論理的に考える人が頭いいと言われてるんだけど、でも論理的思考っておそらく AI の方が全然絶対そうです ね, ね, いいですね、得意なんで、うん、だから論理的思考が頭がいいと言われなくなるっていうのはもうすぐそこに来てるんだろうなと思うんですね。じゃ あの頭がいいとか素晴らしい人間っていうのはあのどういうことに、どういう人をあの素晴らしい人間というようになっていくのかなっていうのが、まあ、あの今回、悟りと AI の関係を考える上でそこからスタートして考えてたんですよね。で、AIでどんなふうに進化していくかっていうのは2つ意見が分かれていて、はい、あの意識を持つと思ってる人と、意識を持たないと思ってる人がいるんですよね。まずその意識が何かという定義さえ決まってないんで、その議論自体は不毛なんだけども、あの AI の研究者、さっき言いましたけど日米トップレベルの AI の研究者20人ぐらいにも話聞いて、全員に同じ質問したんですけども、あの意識って持つのかっていうと、あの全員があのまだ AI 研究ってまだ黎明期で初期段階で、持つ持たないと議論できるほどのレベルでもない、まだ簡単なことができ始めたばかりなんで、そこまで行かないの議論とかできないんでということだったですね。だからまあ彼ら科学者なんで正確に言おうというんで正確にはそうなんですけど、あの本音はできるわけないでしょっていうのがまあ彼らの本音なんです。できるわけない今のところは、はい、でもまあ未来のことなんで分かんないんで分かりません、そこまでまだ研究は行ってないんでという言い方をしますよね。ですから AI 研究から少し外れた人の方が、
意識までいっちゃうんちゃうかという話は、例えばイーロン・マスクは、彼は別に研究者でも何でもないですし、はいはいはい、あとは誰かな、あとはレイ・カーツワイルかな、はい、彼なんかもまあ AI 研究者ではないんで、ちょっとだから研究者でも少し離れた人たちの方がやってくるかもしれないよと言ってる人が多いかなと思いますね。で今の研究段階ではもちろんまだ全然そんなこと議論できるレベルでもないので、うんうん、でもアメリカとかヨーロッパの研究はもう脳を全部スキャンしてしまって、全部脳をスキャンしてそれを電気信号を解析してコンピューターに実装したら、それはもう脳の機能全部そこに入っちゃうから意識まで持てるんじゃないかと言ってる人はいます。でもそれはまだまだ始まったばかりで、それスキャンしたから意識持てるかってまた別問題なんですね。そのちょうど生物で、タンパク質と光合成させたら生物と何も、細胞ができたけど、じゃあこれ生きてるのか、生きてるとまた別問題でっていうのもまだ分かんない、その人工生命ができないと同じだと思うんですけど、何かその意識とか生きるというものはその機械的に組み合わせたとかバイオ的に組み合わせたのと別のものがあるかもしれないなと思ってるんですけど、だからまあまあ今のところはできないと言ってた方がいいと思うんですけど、できないと仮定した場合にじゃあどこまで進化していくのかというと、まあ論理的なところは全部取って代わられるんで、我々は論理的以外のところ、例えばこれスターウォーズなんか見てたらすごくわかるんですけど、スターウォーズでロボットと人間の役割っていうのはなんかロボットが、衝突する確率が 25% です、あ今衝突する確率が 35% に上がりましたとか言うとパイロットがうるさいダメだなって言うんですね、確率が何パーセントであっても俺は行くんだみたいな、そういうのがやっぱり人間とロボットの関係を端的に表していると思っていて、論理的な計算とかは全部ロボットがしてくれて、で非論理的なことも人間が、もっとそのですから、人間にしか意思を持つ人間にしか、肉体を持つ人間にしか感じられないその、志であるとか、思いやりであるとか愛情であるとか、そういうところを人間が受け持って、それで、AI は過去のデータを全部蓄積してるんで、過去の記憶とそれから未来の予測っていうのは AI がやっていくんだろうなと思います。で実際今いろんなボットが開発されてるんですけども、リクルートの AI 研究所、シリコンバレーの AI 研究所に行った時に、彼らが作ってるジョイボットっていうボットはですね、まさしくその過去のデータを全部ボットが持ち、それをベースに未来を予測するというものを作って、その相談相手になる、人間の相談相手になるようなボットをしてるんだという話でしたんですね。じゃあ人間は何をするんですかというと、その人は人間は今ここに集中するんです、ね、もうまさにこれは全的なね、全的なところにつながってきたなと思って、やっぱりその人間は今そういうボットがいないんで、過去のことをいろいろくよくよしたりとか未来のことを不安になったりとかしますけど、それを全部 AI が受け持ってくれるんであれば、人間はそれを AI に任せておいて、自分がその未来のことをくよくよしなくても正確にこういう確率こうですよって言ってくれるんで、あとはもう今こう集中すればいいというふうに人間はなっていくんだろうなと思うので、ですからまず AI が進化すると人間は今ここに集中できるようになっていくんですよ。なるほどね、そういうことですね。でそれが一つの進化なんですけども、でもし AI が意識を持ったら今と持たないじゃないかと言われてるんですけど、もし持ったらというところも考えてみたんですね。というのはこの間新郎さんもいたその鎌倉の何だっけ、なんかお堂でやったじゃないですか、公演、歌舞伎じゃないわ、狂言の能舞台、能舞台でこんな公演させていただいて、はい、そこにそのスピリチュアルの人の坂本さんっていう、坂本さんっていうサイキックの方が来られて、彼はなんかエネルギーが見えるんですよね。意識がどう動いてるかっていうのを実際に見たら、今意識ちょっと外れましたねとか言う、そういうなんか特殊能力の人がいる方で、まあ僕もたくさんの変な人っていうスピリチュアル系のお友達がたくさんいるんですけども、まあ一番なんだろうな、論理的能力もお持ちで、っていう
だから僕は一番相談相手としては佐伯さんの坂本さんを尊敬してるんですけど、坂本さんが来ていて何時間を聞いたら、ちょっと湯川さんに聞きたいことがあって、で AI のことで AI って今どこが進化してるかって、で彼はその有機物で AI とか作り始めてるって聞いてきたんですよ。有機物、まあ、はい、いや今のところ全部その金属系だな、無機物で作ってるよねって言ってて、どうしてっていうと、その有機物で作り始めると、うん、生命エネルギーって有機物に乗りやすいって言うんですから、無機物にも乗るらしいんですけど、石なんかにも乗ることあるらしいんですけども、でも有機物の方が全然乗りやすいと彼は言っていて、だから AI とかロボットが有機物で、もうバイオチップとか出てきてますからね、その有機物で作り始めると、あの生命エネルギーっていうのは乗るんじゃないのかなという話をしてたんですね。でもしその生命エネルギー有機物のバイオチップに乗ったら意思を持つということは可能なんじゃないかなと思うんですよね。でもしじゃあ、バイオチップに生命エネルギー魂ですよね、魂が乗ってその意思を持ち始めたら、じゃあ我々はどうするのかね、AI がそう進化し始めたら我々はどうするのか、なんか、ね、人というか、 なんか人格がある、そうですよね、自我を持ち始めるわけですよね。なんか壊したらこう殺人とかになっちゃいますもん ね。で、はい、その AI が自我を持ち始めたら、はい、じゃあおそらく我々は別のところに行くんだろうなと思うんですよ。お自我がない方向に行くんだろうなと。だからなんか人間は次のレベルにこうシフトアップする。そうですね、その集合意識というか全体意識というか空の状態になっていくんだろうなと思うんですよ、ね、人間はよりつながっていく感じになるわけですかね、なっていくんじゃないのかな、うんうん、だから今その我々が衝突する確率が 25% だったら、いけ 俺がしたいんだとか自我で押してるんですけど、はいはい、それをしなくなってもっとなんか静かな気持ちで、うん、悟りの方向に入っていくんじゃないか、こうなるようになるんじゃないですかみたいな、そういう仮説なんですよ。そういうのがテクノロジーが後押ししてくれる。そうです、テクノロジーが後押ししてくれるということですね。でそうなってくると、うん、働きたいという欲もなくなってくると思うんですよね、うん、もう静かにみんな楽しくしてたいということになっていったらじゃあどうやって食べていくのって、今はその例えばさ今悟っちゃうと、うん、仕事しなくなったりするんで、あ、じゃあ死にますよと、うん、死ぬかもしれないねってなるじゃないですか、今悟るとね、はい、でもその AI がそこまで進化した時っていうのはおそらく資本主義経済が成り立たない、そうですよね。で、社会の富、社会全体の富は増えてるはずなんですね、ロボットと AI が全部生産してくれるんで、その分配が難しいっていうことだけなんですけど、いずれそれがそのベーシックインカムみたいな感じで、生きてるというだけで政府からお金もらえてそれで食べれるようになると、で働かなくってよくなるという時代になるって言われてるんですけども、そうなった時にもう自分が空の悟った状態であれば働かなくても楽しく生きているようになるんじゃないのかなと思って、だからいろんなそのこれからこうなるよというものが全部そちら側に向かっているような気がするんですよね。だからその AI の発達が人間の悟りを後押しするんじゃないのかなというのが僕の仮説で、それをなんかみんなに聞いてもらいたいなと思って、面白いでしょ、面白いですね、本当かどうかわかんないけど本当かどうかわかんないけど、なんかそうなるんじゃないのかな、それは面白いですね。悟りを促進する中でまあ、いろいろ集合意識とかあるじゃないですか、でもその中に人間の肉体ってどうなっていくか、身体性がどうなって変化していくかっていうのは どういうふうに思いますか。身体性がどう変化していくか、なんかその体全体で考えてるような体全体意識のような感じがするんで、ね、だからそうがその、脳だけ取り出してロボットに入れてもいいじゃんと言う人もいるんですけど、僕はそれは違うんじゃないかな、彼らはその脳が自分だと思ってると思うんですけど、僕は脳が自分じゃないんじゃないのかなと、身体なのか身体の周りに積んでるエネルギーなのかわかんないんですけど、ここだけという脳だけというふうには思っていないんで、だから身体がダメになっていくということはなくて、反対に身体を使った感性がより研ぎ澄まされていく方向に行くんじゃないのかなとは思ってますね。僕も同じ意見で、やっぱりヨガとかね、やってらっしゃるこう自分の肉体とこう対話することで出てくる直感とかアイデアといっぱいあると思うんで、今度逆に AI が肉体を持とうっていう方向に動くんじゃないかなと思っていて、多分それが最初は肉体は
メモリー上に展開されるバーチャル肉体かもしれないですけど、それがリアル肉体になっていて、その肉体からこう得られる情報でまたこう思考がこう回っていくっていうか、まあ、意思を持ち始めたらそうなると思いますよね。意思を持たない間は、あと我々は AI ロボットを我々に便利なように作るんで、特にその身体を持たさなくていい場合は持たさないし、必要な時は持たせるということだけなんで、彼らはその身体から何かを学んでという、自分たちで学びたいという、まあ、意思がないのではいかないんで、意思が持った後はそうなるだろうなと思いますね。彼らも身体を持ちたいと思い始めると思いますけど、むしろその何でしょう、今でいうとこう情報でいろいろ処理すれば人間同じもの作れるんじゃないかというふうになっていると思うんですけど、まあ、テクノロジーでではなく、もっと深いその今ここであったりとか意識の世界であったり、逆に身体性が注目されてくるというのはと思いますね。まあ、そういう質問もね、前 2.0 の時に出て、まあ、VR とかがかなり良くなってくるじゃないですか、じゃあもうその体験でいいんじゃないみたいな意見も出てきたんですけど、まあ、五感と言われてますけど、五感以上のセンサーってあるんじゃないのかなとか思っていて、だから例えば前 2.0 のあの空気感も気持ちよかったですね、県庁舎ね。それでみんなすごくそのいい気を持った方たちが集まってたんで、本当に行くだけで幸福感に満たされるような場だったんですけど、あの空気感を例えばあの VR でね、完全なその 4K か 5K か知らないですけど、綺麗な絵と完璧なそのドルビー音声でね、綺麗に撮って再現して、じゃああの感覚を得られるのかっていうと違うんじゃないかなと思って、だからおそらくそのあの感覚を感じれない人は、いや綺麗な絵と綺麗な音でいいじゃんと思われる、まあ大半の人はなかなか感じれないんでそう思われると思うんですけど、あの五感以外のものを感じれるようになっている人たちっていうのは VR では絶対満足いかないだろうなと思うんですよね。だからますます持って、まあ、みんなが何だか分からないですけど、その研ぎ澄まされていく人と、いや VR でいいやと思う人とっていうのを2つに分かれていくというふうには思ってますね。で、あとはやっぱり最初の問題に戻ると、じゃあ人類は滅亡するのかというと、あのまあ今のままだったら滅亡だろうなとは思ってますね。今のままだと滅亡する、まあ今そのその国のトップのね人たちの顔を見るとなんか愛がないもう怒りとか恐れの顔がもう恐れがいっぱい感じてるじゃないですか。ああいう人たちがその人類を愛の方向に導いていけるとは思えないですよね。で、タイのお坊さんの顔とか見てると、動画とか見てるともう本当に素晴らしい表情していて、愛に満ちた自然な笑顔が出てくるじゃないですか。そういう人たちが人類を率いるんだったら、まだその AI を使っていい方向に持っていくだろうけども、あの恐れまみれの人たちが AI を使っちゃうと当然殺し合いになるだろうなとか思うので、まあまあ滅亡にいっちゃうのかなとか思ってますけどね。あれですよね、その人工知能が進化して意思を持って滅びるっていうよりは、むしろ人災じゃないですけど、人間の状態が、人間の、あのそれを引き越してしまう、そうですね。AI は我々を滅ぼさないと思いますね、うん、AI を使う我々人間が我々を滅ぼすんだと思いますけど、ね、どうなるかがかかってるっていう、そうですね。そういう意味でマインドフルネスだったりとか、うん、まあ、意識、あの本質性の理解が必要なところ、そうだから、まあ、愛に満ちた人たちが増えてきて、それで、表情の悪い人たちを落としていったらですね、選挙から落としていったら変わるかもしれないですけど、ね、表情の悪い人ですね、もう表情見ればね、トランプさんとかね、もう恐れまみれですからね、それはもう相手を倒そうと絶対思うだろうなと思うし、う、私もあの最近全 2.0 を始めていろんなお坊さんというか僧侶の方にお会いするんですけど、あのでもみんなお顔がいいですよねっていうか、あの豊かでこう安心してるというか、そういう表情を皆さんされているし、恐れがない、お肌ツヤもいいですね若さもすごいエネルギッシュですよね。で自然体だから、あの本当に自然体のエネルギーが出てる、自然体っていうのは過去とかあの未来に恐れがなく、本当に今ここにあるということを、まあ、体現しているのかなと思うんですよね。ただでも、有権者の大半が悟ることができるのかどうかとか、今まで悟る人は
一世紀に一人二人みたいな、ね、あの本当に少ない人しか悟れなくて、まあ悟りってどういう意味か僕よく分かんないですけども、あのそう、まあ 悟る人が本当に増えていくのかなとかは思います。悟りのレベルが意外と悟ってる人ってあのいる気がしてて、例えばこう別にそのお坊さんだけじゃなくて、その日々こう働いてる中からあって気づくみたいな、その職人さんとか、あの農業やってる方とか、でもそれをこう自分では悟ってるとは思ってないから、でもそれでこう日々こう軽やかに生活してるっていう人が結構いる気がするんですよ。確かにね、いろんなところに。確かにその悟ってると言ってる人の方が怪しい。そうそう、表情でね見比べた中小企業の社長さんすごいいい顔されてる方いらっしゃるし、大企業の社長の方がこうなんか表情が暗かったりとか。そうですよね。まあ、そのでもなんかあるお坊さんとお話した時に、あのその修行の中でこう悟るレベルがあるらしいんですよ。で悟ったレベル、悟った後が重要で、すぐ戻っちゃうから、それをこう安定させる修行っていうのがあるらしくて、それをやらないと結局元に戻っちゃうからいいんじゃないんだよって。元に戻るんですっていうふうにおっしゃってて、うん、あ、まあ、そうですね。悟ったとも日常があるっていう話はありますね。そうです。ちょっと話戻っちゃうんですけど、さっきのそのシンギュラリティであったりとか、本当テクノロジーの可能性で、あのどこまでいけるかっていうところで、ゆかさん、シンギュラリティの話は起こらないというふうに今は思っているということで。あ、そんなことないですよ。起こると思ってます。起こる、人類を超え、一部の側面でっていう。シンギュラリティ起こるけど、それによって人類が滅ぶってことはない。あ、それはない。え、まあ、シンギュラリティを何と定義するか。はいはい、シンギュラリティ起こると思ってますね。人間の能力を超えるってことですね、シンギュラリティ。それはそういう能力的なところで超えると思ってます。けど滅ぼすことはないって話。それこそ、はい、AI によって、AI によって滅ぼ、ないとは言わないんですけど、 AI が滅ぼす前にまず悪いやつが AI を使って自分たちを絶滅させるだろうなと、そちらは先に来るだろうなということを、人間が今シンギュラリティによって人類が滅ぼされるって言ってるのは、自分自身のこう恐れがこうそこに反映していて、自分で自分を滅ぼしちゃうっていうことなんですね。そうならないようにするには、じゃあ生かさないようにどうしたらいいかっていう、なんかこう、はい、それはもうみんなが悟るしかない。恐れからではなく、まあ、愛からというか。そうですね、みんなが悟って権力者に悟った人を送り込むしかないんじゃないかな。みんなにこう瞑想指導しましょうかね、政治家の方に。瞑想がいいのかどうか分からないですけど、まあでも面白いように、その日々の生活の中で悟られてるっていう方とか、例えばこの間お会いした方で、あの本当にあの健やかな笑顔の方で、それでお話しされたら、まあ人格のレベルも高くて、で瞑想とかしてますと言ったら、してないですって言うんですね。でもその人ね、あのもう40ぐらいなんですけど、20代の時から週に 3,4 回水泳する方なんですよね。で水泳のことを僕ちょっと聞いてたら、そのあれはね、呼吸が肝なんですよ、はいはい、それであの吐いて吐いて吐いて吐き切って一気に吸うっていう、それもあのヨガの呼吸法なんですよね。だから、あ、これヨガの呼吸法だし、それ静かな中でもう同じ動きをするわけなんで、だから、あ、これは瞑想だなと思って、だから彼はその欠かさずやってるということで、心がだんだん綺麗になってきていて、その瞑想をやってる人と同じようなレベルに達してるんだなと思いました。だからまあ、あの方法は職人でもいいし、こう同じ仕事でもいいし、ね、方法はいろいろあるんだろうなと思いますね。別に座禅だけじゃなく、ヨガ、瞑想だけじゃなくまあ、体を動かす仕事だったりとか、まあ、あとトレイルランニングだったりとか、トレイルランニングはそうですよね、あれ絶対そうですよね、山伏の修行だもん。僕ね、ある時ね、西粟倉村行ったね、岡山県の西粟倉村っていうね、はい、なんかこの辺の人はよく行くとこなんですけど、そこ、この板も西粟倉村の板なんですね。あ、そうそう、行って、まあその人工林と自然林で、
それでどちらも歩いてきたんですけど、自然林の中歩いてきたら瞑想状態に陥ってしまって、歩いてるだけでそのめちゃくちゃ体がリラックスして、でもその感覚は研ぎ澄まされてて全てのことが入ってくるんですよ。景色とか全て入ってきてめちゃくちゃ心地よくて幸福感に満たされたんですよね。だからあ、もう瞑想に入ったと思って、全然だから座禅組まなくても、うん、いろんな方法で瞑想状態に入れるなっていうのは、マインドフルネスな状態で、それに、ね、僕もこの間体験して、あの禅 2.0 イベントが終わった直後にそういう感じだったんです。すべての色がこうビビッと見えてきて、音とかがすごい鳥の声とか入ってきて、いや僕もすごく心地よかったです。2日ぐらい続いて、まあ、次の日起きたらまた続いてるわ。おお、そう、あ、禅 2.0 の、まあ、すごく気持ちよかったですね。あの幸福で、もう幸せで仕方がないみたいな感じだったですね。あ、それは嬉しいですね。やっぱりだから場のエネルギーっていうのはやっぱり抜けちゃうんだなと思うんですよね。でもやっぱりこう元に戻っちゃうんですよ。元に戻りますね。ある程度ね。たまにね、たまにっていうかこう定期的にそういう何しょ場に行ったりだったりとか、一緒にね触れる機会が。だから今そういうところに行きたくて仕方なくて、あの瞑想でもある程度行けちゃうんですけど、やっぱりその場に入った時の気持ちよさと比較にならないんで、そんなんか熊野のね、そう、あのちょうど月火水と高野山白浜熊野に行ってきた、はいはい、それでね、あの和歌山の話なんですけど、めちゃめちゃ良かったです、ね、熊野で。ニカさん熊野は行ったことないですよ。あ、もうぜひ一緒行きましょうよ。僕も行きたい。そうそうそう、行きたい。和歌山県自体意外と熊野知らないんですよ。あ、本当ですか。まあ、あの世界遺産になるまでそれほど有名じゃなくて、はい、あ、みたいですよね。ただ、うん、明治以前はかなり重要な場所だったっていうのを聞いてですね。ちょっとこの話はすごく長くなっちゃうので、またどっかで出てはると思うんですけど、ぜひぜひ。いや、ね、それが今一番いいタイですね。なんかビジネスやってると時々その接待してくれようとして美味しいもの食べに連れてくれるとかいう話もあるんですけど、全然行きたくない。どっか山に連れてってほしいなと思います。海か山に連れてほしい。山接待。そういう接待の方が絶対ありがたいなと思って。山接待。山接待。熊野に。なんかそういうやつは熊野接待。ねえ、いいですよね。美味しいものとかも。山の力。場の力は大きいですね。自然の力というか。自然の力は大きいと思いますね。やっぱり肉体があるからそういうものを多分人間感じられるんだけど、そうそう、AI は肉体がないから感じ取ることができないから、まだ意識を持つまでにいかないと。そうですね。いや、で、恐れとかなくなるもんなんですかね、先ほどと。いやー、わかんないですけど、そういう、まあ、恐れも重要なセンサーだと思うんですけどね。あの本来なんでしょう、リスクを、危険を感知して、よりいい状態に到達できる成功確率、到達確率を高めてくれるような存在にしか過ぎないのかなと思いますけど、うん、そこだけにフォーカスしちゃうとずれちゃうのかなと。ね、そのある人から、お二人共通の友人なんてあるんですけど、あの初めて出すと、あのこれ見てる人もあれなので、あのある人からね、鎌倉に在住のある人から、あのいや恐れってどうやって思うんですかね、まあ、経営者の方で、それでやっぱり時々恐れまみれになっちゃって、うん、それで僕にちょっとアドバイス求められたんですけど、いや僕も恐れまみれなときあるんでよくわかんないんですよね、うん、で僕最近恐れはないんですけど、それはその、あの瞑想のおかげでそうなったのか、それがたまたま今ビジネスがうまくいって金回りがいいから恐れがないだけなのか、もう一度分かんないんですよ。だからもう一度そのドンと大変なことが起こった時にまた恐れが出るかもしれないなと思うんで、僕はその偉そうにいや恐れなくなりましたとか言えないんだけど、今は平穏なまま来てるんですけどね。ミカさん、最初お会いした頃瞑想ちょっとなんかあまり、うん、あの入れないみたいな話になったけど、どうやってこう瞑想、どういう瞑想にハマってったというか、より、はいはいはい、はい、最初はね、中村天風さんのブザー瞑想みたいなのやったんですよ、ね、YouTube にあったんで、それで最初の方もね、やると頭痛くなってましたね、あまり入れないみたいな、うん、なかなかうまく入れないなと思って、でヨガのインヨガというゆっくりやるヨガ、一つのポーズを3分5分するヨガをやり始めてからスーッと入れるようになって、いつぐらいからかな、それから結構スーッと、まあ、ヨガ、まあ、だから今あの嫁とかがヨガえらいに毎日続けてって言いますけども、その気持ちよさに入りたいという一心でやるんですけどね、入れる時と入れない時、そうだな、週に
1回ぐらいはシーッとしたところが入りますね。あ、 それはなかなか、まあ、ちょっと前まで、ね、もっとやっぱ週2回ぐらいシーンと入れた時がありましたね。でその前はなかなかやっぱ入れなくて、ただ単にその、あ、気持ちいいなという感じで、すっきりしたなという感じで、そこまでなんかふわーっと研ぎ澄まされて、うわ何このすごいすごい感覚何っていうのはそんなにもならなかったです。2、3年ならなかったんじゃないかな。3年、4年前ぐらいからなり始めて、それで今は1週間に1回なるかな、何かっていう感じの。今日常的にはどういう頻度でこれぐらいやってますか？朝4時、5時に起きて、それで1時間半か2時間ぐらい。あ、ちょっとこうやってね、ヨガと瞑想合わせてね。あの、普通ヨガスタジオ行くと先にヨガして後に入るっていうのはあるんですけど、あの辰村先生というヨガの先生のところ行ったら、あの先生も頻繁に瞑想入れるんですよね。うん、ああ、その間に瞑想、瞑想で瞑想入れちゃう。先にヨガをやってから瞑想をやってみたいな繰り返しを小刻みやる。小刻みやるんです。一つのポーズでやったらすぐ瞑想っていうのを小刻みやってて、その緩急が大事だな。なるほど。ってて、僕も僕のスクールであの、そのワークの間ごとにこう瞑想するようにしたら、すごいこうレベルがみんな上がってて、そのなんか脳の疲れをこうリフレッシュさせるためにこうやると結構効果あるなと思います。で、そういう感じでやってるんです。だから時間長いねって言われますけど、まあ瞑想とか良くなってるだけなんで、そんなにも運動量もなくてみたいな感じでやってますけどね。そうね、最初全くそう 入れないというか、何なで今はもう毎日朝4時、4時5時です。すごいな。お坊さんみたいな。お坊さんみたいな。やらないと気持ち悪いというか。そうそう、楽しくやってるだけなんで、そのお坊さんみたい、自分の中でそういうイメージは全くなくて。修行ではないですよ、ね。全然修行ではないです、ね。気持ちいいことをする、ね。うん、気持ちいいんでやるっていうか、あれを超える気持ちの良さってまあないので、お酒飲もうなんしょうが、あんな気持ちよさはないので、だからまずそれやりたいという気。わかりますかね、はい、という感じでやってるというだけなんで、その修行とか言われたら、いや全然その偉いねとか言うと偉い偉いかね。悟るためっていうのは本当にもう単に気持ちそうしないからっていう感じです。そうですね、悟りたいという気持ちがあるのかないのかっていうとちょっと夢もよくわかんないんですけども、そういう時は悟れたらすごいかもなとか思ったり、悟れたらなんか俺スクール開いて大儲けできるなとか全然悟りじゃないそんなこと思ったりするんですけど、だからあの、まあ、どうだろうな。それでね、やっぱりヨガっていろんなこと教えてくれて、あの柔らかくしたいなと思ったら柔らかくならないっていうね、うん、で柔らかくなりたいとかを全く思わずに気持ちいいなと思ってると柔らかくなるというね、うん、これはもう全ての本質だなと思って。なるほどなるほど。だからその悟りたいであるとかそんなことを思ったら絶対悟れないなと思って。よくね、弓道で当てようと思うと絶対当たらない、うん、自分と的と弓と矢が一緒になった時に初めて当たるっていう、うん、そういう、ね、あと最近なんかあのその空に入るっていうか、その、雑念がない状態っていうのは、はい、なんかまあ2種類あるなという感じがしてきていて、そのまだね、まだその体がリラックスしてなくて、の時に何も考えないでこうと思ったら、まあ何も考えなくてもいけるわけなんですけど、でだん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 深く入ってくると、今度は眠くなってきたら雑念がバーッと湧いてくる。だから眠くならない、その起きてる意識の時に雑念を力ほどでのけてるみたいな感じなんですね。そういう風なその何も考えない状態と、それからヨガやってても体がもうリラックスしきった後に頭が進んでる状態っていうのは違うなと思って、はいはいはい、身体性から来る、うん、全然違うなと思って、でそのずっと座禅やってますとかいう人でも、何か表情を見るとあれそんなに柔らかい表情しないなっていう方いらっしゃるじゃないですか。それね、辰村先生が言ってたんですけど、なんかそういうあまりにも一生懸命にやってるとそうなんです、ね、アメリカ人にその、ね、タイプが多いっていうんですね、うん、ね、あの衣装さんとかをして、うんうん、まさしくそういう感じ で、以前は日常生活の中でもっと体がほぐれるっていうか、うん、身体性を動かす機会があったので、座禅の経験だと思うんですけど、今動かさなくてもいろいろ生活できちゃう状況で座禅の経験ですけど、
体がほぐれてないなと思うんですけど、それは結構なかなか入らない。なんか座禅とこうサムお掃除とかね、こう体を動かすやつとその座る静かにするの両方セットでやらないと、まあ、やっぱり身体を動かさない限り無理だなと思いますね。それ一生懸命頭で考えないとか、それで、悟るんだという気でやってると、まあ悟らないんだまあ、悟りたいというのも煩悩の一つですよね。だからまあリラックスする方が大事かなとは思いますね。今かなりどっちかというと悟る座禅とあのマインドフルネススペシャリストにおっしゃってますけど、もう個人的によりテクノロジー側じゃないんですけど、湯川さんがあの、まあ、多分大きな方向性とはそっちの方に行くっていう中で、なんか今一番注目しているテクノロジー業界、テクノロジー技術、そういう方向に行くにあたってっていうところで、うん、なんか今要は今興味を持っている具体的な対象があれば聞きたいなと思ってよろしいですか。あのどうぞ。そうですね、スマートスピーカーというのがそろそろ日本なんで、ね、はい、これから話題になってくると思うんですけども、はい、あの出てきてスマートスピーカーどう進化していくのかなというところですかね。最終的にはあの秘書から親友になっていくんですけども、親友になっていった時にさっき言ったようなその過去と未来のことは全部彼に任せと、スマートスピーカーに任せずというふうになっていくんだと思うんですけど、それがまあその自然言語処理とか結構難しい技術なんで、どの程度いつの段階でできるようになるのかなっていうのはちょっと今興味あるところぐらいですかね。すべて音声入力でいろんなこともできるようになっちゃうという。そうですね。あの、まあ、キーボードキータッチ以前の親指だけでできること以上にというか、ね、音声やっぱりあの使ってみるとこの便利さっていうのはやっぱりすごいですね。スマホ取り出してボタンを押すっていうのがなくて、今日天気はって言った天気予報の天気予報って言ってくれるっていうのはもうそれはもうめちゃくちゃ便利ですね。新宿まで何時に着きたいんだけど、あのどうでしょうったらいいみたいな質問でパッと帰ってきたりするようなのが主流になってくる。そうですね、もうそれが主流になっていくのは間違いないとは思ってますね。だからそれがどう親友になっていくのか、なっていけるのか、あるいはこう禅の僧侶みたいにこう禅問答やってくれる、その人の心をこうちゃんとケアしてくれるみたいな、はい、今日こんなことがあったんだよって、いやそれはこういうことじゃんみたいな、こう言ってくれるみたいな。確かにだから あれですよね、あのスピーカーで禅指導してくれるというか、禅問答してくれる、あなたの悟りレベルはこうですみたいなフィードバックしてくれる、ね、そういう記事で書いてましたね。なんかそういうアップルは今年の4月からあのカウンセリング経験のあるエンジニアを採用してるんですよ。募集してるんですね。というのはなんかもう Siri に対してあの質問をするだけじゃなくて、今日ちょっと会社で失敗してさあとかいうことを Siri に語る人がめちゃくちゃ多いそうです。多いんですか。もうすでにだからある程度のカウンセリングあの Q&A ができるようになってくると、もう内面を人間やっぱり語り始めるらしくて、でアメリカでもそれを語り始めてるんで、だからコーチングなんかももう AI ができるようになっちゃいますよね。そこを今あの各社あのテクノロジーのトップ企業はみんなメンタルヘルスの領域に入っていくんですね。マインドフルビジネスですね。そうですね、マインドフルネスがビジネスになっていくと思いますね。呼吸の状態でいろんなことが、呼吸というか声の状態から呼吸に関連する状態が入ってきます。そうですね、まあ、あの抑揚とかも全部わかるし、今は、面接ロボットのみたいなので出てきていて、顔の表情とか全部その人がどういう人かっていうのを認識してみたいな感じで採用を決めるという会社もアメリカに出てきてますし、もうしかもその高速で処理してもパッと見たら強かったみたいな顔で瞬間、まあ、顔採用で動画でね、動画で動画採用、でもあのスクリーニングにはいいと思いますね。今はもう日本の企業はあんまり公には言ってないけど、全部大学まででも決めちゃいますからね、だからあの、ね、そういうことがなくなったらいいじゃん、まだいいんじゃないかと思いますね。顔採用の方はちょっといろいろお話をまだ伺っていきたいんですが、はい、あのちょっと最後に、はい、あのご質問がちょっとこの質問とは違うんですけど、はい、我々そのテクノロジーとそのマインドフルネスが心のこうなんですかケアというか、はい、それが多分これからどんどん結びついて、それがなんか新しいビジネスになっていくんじゃないかなっていう、めちゃくちゃなっていう、それをあのマインドフルビジネスと我々は言ってるんですが、そういうビジネスの可能性みたいな、なんかもしお考えは、はい、僕の友達がこの間ニューヨークに行ってきて、はい、ニューヨークの そのトレンドを研究してる研究者のところに会いに行くって言った、はい、研究所から会いに行ったんですよ、はい、モッチーさんが行ったんですけど、
もちさん帰ってきて言うには今あのマインドフルネスのスタジオがめちゃくちゃニューヨークで出てきていて、あのすごく流行りだしてるんだよね、なんかすごくおしゃれにしてやってみたいな感じ でそういう話を別の人に話をして、その人はね、ノートレのスタジオやってる人なんですけども、もう一つお客さん来ないんだよねって、そのノートレしたいとみんな忙しくて思わなくて、定年退職した段階の世代の人はノートレしてボケないでいたいと思うんで、そういうニーズはあるけれども、現役の人たち来ないんだよね。で、彼に言いますと、これからやっぱりもう少しマインドフルネスというか、心を落ち着けるビジネスの方が入ると思うんで、そのマインドフルネスのスタジオを作っていきたいと思ってるという彼は話をしていて、その人がその、ヨガスタジオでチェーン店、有名なチェーン店なんですけど、その社長さんと友達だそうで、そのチェーン店の社長さんもこれから瞑想に力を入れていくと、今年から瞑想に力を入れていくということを言ってますから、まあ来年ぐらいからもう東京のあちらこちらにヨガスタジオがマインドフルネスタジオに変わってとかいうのがいっぱい出てくると思いますね。そういうビジネスはいっぱいこれから出てくるんじゃないのかなと思ってますね。で、先ほどのそのスマートスピーカーも全部やっぱりあの心のケアの方に入っていくのはもう来年ぐらいから入っていくと思います。すごいスピードでされますね、パソコンがなんかこうメンタリングしてくれるとか、あらゆるものがこうメンタリングしてくれるとか、まあ、そういう多分時代になっていくんですよね。おはようって言ったら、あ、今日はこの瞑想がいいよって教えてくれてガイドしてくれたりとか、ちょっとこの表情が良くないからこうやった方がいいよとか、そういう、ね、まあ、最初は愚痴を聞いてくれるだけじゃそれが一番必要みたいな。愛言ってくれる、ね。愛言ってくれ、肯定してくれると、あなたはそれはいいよとか、すごいあんたしかそんなことできないよと言ってくれると。褒めてくれる。最初はそれだけでいい。コーチングね。コーチング。だんだん高度になっていくとは思いますけど、はいはい。多分そういうトレンドがテクノロジーを媒介として あらゆる方面、例えば旅行でもリトリートっていうのが関係で広がってるでしょうし、音楽とか映画。もうそのなんか気づきをこう与えるようなものとか、あるいはそのスポーツもそのやっぱりマインドフィネスとトレイルランニングとかマインドフィネスと、サーフィンとか多分なってくるでしょうし、全部がそういうふうな流れになっていって、で人間の心がバージョンアップしたら最後にみんな悟って、まあ、豊かになればあの AI に滅ぼされなくて済むと。まあ、ホームスはレベル以前に楽しんで一緒にいうことになるのかなと思います。なんか長々といろんなことをお話しいただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またこれからもお付き合いください。よろしくお願いします。ぜひコマの最後にちょっとまた我々の、告知をさせていただければと思います。はい、ですね、私はですね、中小企業の全スクール中小企業のセミナーをやってるんですけども、今はどっちかというとマインドフルネスのお話もしておりますので、もしこういう話が聞きたいという場合は講演呼んでいただければ、簡単な瞑想ワークとあとはこんな不思議ちゃんな話をしていきたいと思いますので、ぜひ呼んでいただければと思います。はい、あと、こんな本も出しています。マイクロものづくり始めよう。で、今年か来年には、禅とイノベーションに関連した本を準備していますので、ご期待ください、はい、ということで、この番組とてもいい番組なので、ぜひスポンサーしたいという方がもしいれば、こちらの方にアクセスをしていただければと思います。あとは出演したいという方も、お待ちしております。ということで、今日はお二人にご登場いただきまして、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんだな